ボーナスが出るのね。やってやるわ。団長、この城みたい。ええ、噂は本当だったようだね。団長、どうやら先発させてた連中、城の中に入ったみたいです。そうか、よし。俺は合図を出して残りの団員を集める。俺も団員が集まり次第、城へ入る。了解。撃たせてもらう。弱々しい女の子なんか、あたっちの敵じゃない。
のため撃たせてもらう。弱々しい女の子だ。
落ちなさい。ようやく来たようだね。お前もうそのくだりはいいから。待ってましたよ、団長ども。ダウン、なんだと？よく言うわね。まああれでしょ、十二聖者の末裔が。なんともこの城も元は十二聖者ゆかりの城、ところが没落し、裏ぶれた末裔の騎士が一人、世を恨みながらただ生きていただけ。ま、おかげで一つ目は簡単に手に入ったけどね。十二聖者？なんだそれ。ま、知らなくて結構です。ともかくあなた方はここの魔女を狩れば宝が手に入る。それさ、あたしらが広めた嘘。あなたがリリアたちの標的な。なんだと？正確にはあなたが肌身離さず持っている伝来のお守り。どうしてお守りのことを？苦労したの。あなた部下には大義のためと言って、時には大義の名のもとに多くの人物は言いようってやつかな。大義だろうが、俺たちが飯を食い、俺たちにとってはそれが別に、ただ品だと。ふざけてません。悪には悪の品というものがあるんです。私たちとしてはあんたの無様な振る舞いも。だからヒー様、裏ぶれた無様な戦士よ、裁きの時は来た。あとはもう落ちるだ。